はい、どうも。これを見ているあなたの時間は何時でしょうか。今回はね、鬼太郎漫画家ということですね。鬼太郎漫画家プロジェクト、勝手に設定考えて勝手に、リメイクしてやりました。もう勝手極まりない身勝手動画ですけども、お付き合いいただける方は最後までご視聴いただいて、お耳を貸していただけると幸いです。暇を潰してい、きましょう今回も。はい、それでは鬼太郎と猫娘ですね。これです。まさにゴールデンカップル、3期最大のミスと言っていいでしょうね。3期80年代の鬼太郎ですね。僕が一番印象に残ってるのは80年代と90年代ですけどね。世代的には90年代ですね、僕はね。まあ4期鬼太郎が一番の世代でも、3期がやっぱり面白い。まあ話的には陳腐なものも多い、しかし設定云々考えたら非常にもったいない宝の宝庫でした3期は。それはもう今後動画でも語っていきたいと思います。ゲゲゲの鬼太郎週刊6期最終回、まあ僕は良かったと思いますね、6期の最終回は。非常に、現代版というかね、現代の子供たちが楽しめる鬼太郎にして仕上げていただいたアニメーターの方々、感謝いたしますということですね。はい、そんな鬼太郎も最終回を迎えて、アニメシリーズのリメイク、その歴史ばかりでした。で、5期ぐらいからゲゲゲの鬼太郎を完全にオリジナル化していって、今の子たちの鬼太郎っていうものを生んでいくっていうコンセプト、になったと思います。6期はもう完全に猫娘もね、全然猫娘じゃないみたいな、子さん、古いファンの方々が多かった。私もまあ古いファンとして猫娘にはびっくりしました。あそこまで変えていいんやと思いましたね。まあ鬼太郎は良くも悪くも変えようがないんですけども、僕は非常に好きでしたね。それで今の子供たちが楽しんでゲゲゲの鬼太郎を知ってくれる、それが一番です。で、大人になった時に、昔の鬼太郎も見てみようかなみたいな、もっと言うなら原作の鬼太郎も見てみようかな、墓場の鬼太郎も見てみようかなっていうのになればですね、やっぱりね、廃れるっていうのが一番悲しいですから、そうならない、6期今もアニメ化してくれた。まあ田野中優さんが死んでしまってね、野沢雅子さんが目玉の親父、これはもう感動しましたね。1期の鬼太郎が野沢雅子さんでしたから、非常に6期はね、アニメーションはまだ全部、見ていませんけども、非常に水木しげるリスペクトを感じて僕は良かったと思います。そんな中でアニメのリメイクも分かるんですが、ここらで一発漫画化ということはどうでしょうかね。ゲゲの鬼太郎を漫画化するとどうしても、まあコミックスボンボンというかね、まあちょっと幼稚臭いと言ったら言葉悪いですけども、小学校低学年が楽しめるコンセプトになりがちですけども、マガジンとかね、出会っても受けるぐらいのクオリティで、そういう設定にしてゲゲの鬼太郎やるべきです。やってみましょうよこれはね。そんな夢物語に向かって、この動画、撮っていきましょう。その夢が叶うことはないと思います。しかし諦めたらもうそれは叶わない、もう完全にゼロですからね。ちょっとこう一石を投じておくことによって、その波紋が広がって何かしらの形になるかも分かりません。未来は分かりませんから。こんな時代になるって、だって誰が思いましたねえ、今の時代を見ててもそうじゃないですか。1週間後、2週間後、どうなってるか分からない。だからこそ今、夢を語っておく。やりたいことを残しておく。それが大切だと思います。ゲゲゲの鬼太郎漫画家、語っていきましょう。3分。はい。あんまり長い動画にはしません。鬼太郎、まあ、良くも悪くも挑発にするしかなかったですね。もう挑発にしてみました。左目もね、もうこんなんやめましょうよ。こんなボコいのはね、なんかこうボコって、そんないつまでも晴れちゃいねえよみたいな、俺はもう原作リスペクトっていうか、原作を無視してもいいと思いますね。もう、スマートに行きましょう。スマートも傷にね、傷をあえて晒らせるぐらいの余裕を持った鬼太郎、なんか触れちゃいけないのみたいな感じじゃないですか。そこも嫌ですね。はい、傷は乗り越えるもの、鬼太郎なら乗り越えられる。メモこれでいきましょうよ。で、3期最大のミス、ちょっと冒頭でも言ったかな、言ったことを3分の間で忘れるこの私ね、だからこんな動画も上げられる。忘れていきますよ、どんどん都合の悪いことがね。でね、3期最大のミス、これはね、やっぱりもう夢子、天童夢子っていうヒロインが人間でいたために、猫娘と鬼太郎、この恋愛、お前ら好きなんじゃないの、両思いなんじゃないのこの野郎みたいなところが描けなかった。これが最大のミスですよ。鬼太郎、お前には猫娘なんだよ。で、猫娘の魅力っていうのはね、猫娘動画で語っていますから、あんまり端折ります。で、猫娘もね、6期を考えるとここまで、もっと書いてもよかったかなと思うんですけども、あえてここはね、3期リスペクトということで、やっぱりね、可愛くしすぎると可愛くないような気がするんですよね、狙いすぎというかね。だから6期の猫娘っていうのは僕は良かったと思うっていうレベルなんですよ。これは批判じゃないですよ。ラーメン好き、カレー好きみたいなもんですからね。ラーメン好き、カレー好きみたいな話ですから。なんでカレー嫌いなん？美味しいのにってね。香辛料苦手なやつもおるわみたいな、そんなレベルですから否定ではないんでね。6期の猫娘はそれとそれでありだと思いますけども、猫娘はやっぱりね、身長もこのぐらいの方がいいんですよ、やっぱり。
そのぐらいのがやっぱりね、北側とやっぱり、いい感じになってほしいかな。まあ、6期もね、夢子ちゃんポジションみたいな、3期でいうところの天童夢子ポジションの、なんとかマナちゃんっていうのがいたんで、猫娘はだから、微妙な位置やったね、それはそれでね。まあ、あれはあれでキャラクターとして、6期の猫娘、6期の猫娘ってキャラクターとして確立しましたけどね。まあ、制作者の狙い通りということでしょう。しかし、まあ、これがゴールデンカップルということで、描いてみました。鬼太郎、長髪が意外に似合うぞということですね。そして、長髪以上に猫娘とのカップリング、似合いますね。ということです。はい、次の動画はこんな動画です。お前は誰だ？さあ、ご期待ください。では、おまけに。はい、こんなんですね。こんなに目玉を描いた人生が今まであっただろうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。次はネズミ男リメイクということで。それではまた。いいですね。ファンキーかな。